皆さんこんにちは、シスターゴールドです。去年はちょっと全然動画が上げられなかったので、2022年は YouTube 頑張って投稿していこうということで、早速動画を撮ってみました。今日やっていくのはグダという名前のアフロダンスの動きです。グダはアフロビーストっていう名前のダンサーさんが作られた動きです。で、アフロビーストさんなんですけど、この方はガーナ出身のダンサーです。私実は2018年にガーナに行った時に一度お会いしたことがあります。こちらがその写真です。で、このグダっていう言葉はまずどういう意味なのかっていうと、ガーナにはいろんな種類の民族語があるんですね。で、その中の一つのハウザ語っていう西アフリカを中心にたくさん話されている言語があります。そのハウザ語でナンバーワンとか一番とかっていう意味がこのグダっていう言葉の意味です。説明はちょっと簡単にここまでにして、グダを一緒にやっていきたいと思います。レッツゴー。はい、ではね、やっていきたいと思います。今回は3つに分けて説明していきます。まず1番目に足、2番目に腕、そして3番目に頭という順番でやっていきます。じゃあね、まず足なんですけど、足は肩幅ぐらいに開きます。で、ちょっと膝を曲げて体勢を低めに取ります。そうしたらこのまま膝を外打ち外打ちというふうにパカパカします。パカパカパカ。この時にちょっと弾みをつけても大丈夫です。ただ結構ね、これ太ももと膝に負担がかかるので、まあちょっと軽めにねやってもらって大丈夫です。じゃあリズムに合わせて足だけ一緒にやっていきます。肩幅開いて体勢低めにして、せーの、バカ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 、はいはいはい。腕なんですけど、まず左手を真横に上げます。ピン、こんな感じです。はい、手を真横に上げたら右手が空いてると思うんですけど、右手で手首、肘、胸の順番で体を触っていきます。いきますよ。手首、肘、胸。もう一回いきます。手首、肘、胸、はい。これをさっきのこのパカパカの足に合わせていくんですけど、ちょっとまずは腕だけでリズムでやってみましょうか。じゃあせーのって言ったら手首、肘、胸の順番でやってみましょう。じゃあ左手上げて準備してください。はい、いきます。せーの、手首、肘、胸。もう一回いきます。せーの、手首、肘、胸。もう一回いきます。せーの、手首、肘、胸。ラストいきます。はい、手首、肘、胸。さっき1つ目が足、2つ目が腕で、3つ目が頭っていうふうに話したんですけど、ちょっと頭やる前にまず、足と腕だけ合わせてみたいと思います。足がさっきのパカパカ覚えてますか皆さん。パカ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 ってあると思うんですけど、この足が開くタイミングで腕をつけていきます。まず皆さん足をゆっくりパカパカしましょうか。パカ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 、はいはいはい、はい、で左手上げます。はいはい。じゃあこれに腕をゆっくりつけていきましょうか。右手、せ
巻き戻ししてぜひ練習してみてください。ひとまずね、この動画では次に進みたいと思います。はい、じゃあ皆さん足と腕をやったので、最後は頭です。あと少しなので一緒に頑張っていきましょう。ということで、頭なんですけど、さっき腕やったじゃないですか。この手首、肘、胸まで来たら最後に頭をボーンって感じで、右に頭を飛ばします。真面目にやると手首、肘、胸来たら頭っていう感じです。手首、肘、胸、最後に頭を右にボーンと飛ばします。じゃあこれだけ足つけずに、上半身だけやってみましょうか。腕セットして、せーの、トントントン、頭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 。頭の時には右の手は下に下ろしちゃって大丈夫です。なのでトントントン、頭、トントントン、頭っていう感じです。で、ちょっと余裕あるなって方はトントントン、頭の時にこう肘をつけたりするとちょっとまた違ったニュアンスを出すことができるので、慣れてきた方はね、これもやってみてください。では最後に足と上半身を一緒にやっていきましょう。いきますよ。5、6、7、8、トントントン、頭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 。ラストいきますよ。ラスト、はい。かっこよくグダを見せるコツとしては、上半身がこう手首から頭にかけて左から右にこう流れているのが分かりますか？で、この流れに合わせて体ごとちょっと傾けるっていうか、体をスライドさせるような感じでこうつけるとかっこよく見えます。はい、じゃあ最後に音楽に合わせてやっていきたいと思います。で、音楽なんですけど、これ音に合わせるときちょっとカウントの取り方が難しくって、ちょっと入り方がややこしいです。スタートが5、6、7、8、1、2、3、4っていうこの円から始まるということをちょっと意識しながら一緒に音でやってみましょう。これ多分口頭で説明してもちょっとね、分かりづらいと思うので、一旦ゆっくりめの曲で練習してみましょうか。そうしましょう。カウントよく聴いてください。での練習でした。どうですか？ちょっと難しいですよね。やっぱり入りがね、ちょっとつかみづらいと思うんですけど、入り逃しちゃっても2回目とか3回目からでもいいので、よかったら一緒に合わせてやってみてください。最後に早めの曲でチャレンジしてみましょう。いきますよ。5、6、7、8、1
で今回はグダのチュートリアル動画でした。オープニングでも少しお話ししたように、今年は去年よりっていうか去年1本しか上げられてないんですけど、去年よりたくさん頻度高く YouTube の方上げられたらなと思っているので、皆さん応援していただけるととても嬉しいです。よかったらいいねのボタンとチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。